K-POP アイドルたちがアルバムを出すタイミングに真っ先に発表される日程があります。音楽番組やバラエティ番組に出演する予定、もちろんそれもあるけど、それとは別に関西会の予定が発表されるんですね。わあ、すごい楽しみだ。この瞬間を待っていました。私もファンサイン会に参加していいですか？ダメです。まずはアルバムを買ってください。買いました。もう参加していいですか？ダメです。アルバムを買って抽選に当たってください。抽選に落ちました。どうすればいいですか？当たるまで買ってください。これが K-POP 芸能事務所の基本的なやり方で、推しに会うためにはたくさんのアルバムを買わなければならないんですね。で、どれぐらい買ったら参加できるかってことなんですけど、人気アイドルの場合1枚何千円もするアルバムを100枚買っても参加できなかったりして、200枚300枚ぐらい買うことも普通にあるんですね。たった1分のためのファンサイン会のためにね、人の価値観によって何十万円の価値よりも推しと会って話す1分間の時間の方が大切なこともあるんですけど、どっちにしろアルバムって音楽を聴くためのものではなく、ファンサイン会に参加するための宝くじに近いということなんですね。何も残らないのにそこに何十万円も使うなんて、私にはとても理解ができないって思った方もいるんですよね。芸能事務所たちを侮ってはいけません。そう思ってる人たちのために、アルバムにはフォトカードっていうのを入れるんですね。フォトカードにはネットには公開されてないアイドルたちの顔が映ってるんですけど、ファンたちはこのフォトカードのためにもアルバムを買ったりしてるんですね。うわぁ、ネットに公開されてね、推しが見れるなんてすごい楽しみだ。このアルバムには私の推しが入ってるんですか？いいえ、わかりません。フォトカードはアルバムごとに2枚ずつランダムに入ってるんで、推しが出るまで買ってください。これが芸能事務所たちの基本的なやり方で、ファンサイン会だけじゃなくフォトカードもランダムに入ってて、推しのフォトカードが欲しかったら推しが出るまで買わないといけないし、全種類欲しかったら全種類が出るまで買わないといけないですね。韓国ではフォトカードを全種類集めるのをフォトカードドラゴンボールって言うんですけど、セブンティーンの場合13人のメンバーのフォトカードが4枚ずつ入ってたりして、52種類もあるフォトカードを全部集めるために必要なアルバム数はこういう計算式になるんですね。これを計算したら大体112.48枚が必要なんですね。昔はメンバーごとに1枚しか入ってなかったんで、ドラゴンボールを達成するのがそこまで難しくはなかったんですけど、最近はメンバーごとに何枚も入ってて、ファンたちはもっと多くのお金を使うようになってるんですね。ファンサイン会はランダム、フォトカードもランダム。これはまるでギャンブル。皆さんはメイプルストーリーっていうゲームをしてますか？このゲーム至る所にランダム要素が入ってるんですけど、アイテムだったりコーディだったりスキルだったりね、各々に全部お金が必要で、ランダムで可愛くなったりランダムで強くなったりしてるんですけど、可愛くて強くなるためにはお金を使って欲しい数字が出るまでたくさんのガチャを回さないといけないんですね。 K-POP アイドルたちのアルバムの販売量が急増したのは、ハイブの経営陣がネクスンっていうゲーム会社を運営してた人たちに入れ替わってからだと思うんですけど、ちなみに言うとネクスンはメイプルストーリーをサービスしてる会社なんですね。このメイプルストーリーは昔はお金を使わなくてもラスボスを倒すことができてたんですけど、最近はラスボスを倒すために最低でも300万円ぐらい必要になったらしいですね。じゃあそこまでお金がかかるんだったら私は見るだけでいいよって思ってる方もいるんですよね。実際アルバムの販売量が急増してからそう思う人たちが増えたんですけど、芸能事務所は全部考えてるんですね。 K-POP アイドルたちと LINE のようなチャットができるアプリバブル、アイドルたちはバブルでいくらぐらい稼いでるのか、バブルの料金は毎月約500円、そのうち 40% はバブルの開発会社が、 30% は Google や Apple が受け取って、残りの 30% だけを所属会社が受け取ってるんですね。1万人が登録したら、そのうち芸能事務所の分は150万円、そのうち大体3割ぐらいがアイドルの分なんで、1万人が登録した場合のアイドルの利益は毎月45万円、 aespa のメンバーたちが2023年の1年間1人当たり約3億円ぐらい、ニュージーンズのメンバーたちが1人当たり約5億円ぐらい稼いだらしいんで、そう考えるとアイドルたちはバブルではほぼ稼いでないということになるんですね。え？そうだったの？じゃあアイドルたちにとってバブルする意味ないじゃないって思った方もいるんですよね。それがね、違うんですね。 aespa のカリナの熱愛はめちゃくちゃ叩かれてたのに、ブラックピンクのジェニーの熱愛はあまり叩かれなかった理由、それはカリナは疑似恋愛を打てたからなんですね。疑似恋愛とはアイドルたちがファンたちに付き合ってるような感情、もしくは友達になってるような感情を感じさせることなんですけど、エスパはそれを打てて、ブラックピンクはそれを打てなかったんですね。ジェニーがエクソのカイトの熱愛が出た時には疑似恋愛を打てたエクソのファンダム、エクソ L の方が燃えてて、 BTS のテテとの熱愛が出た時には疑似恋愛を打てた BTS のファンダム、アミの方が燃えてて、ブラックピンクのファンダム、ブリンクの方はあまり燃えてなかったんですけど、カリナとイージェオクの熱愛が出た時にはカリナの方が疑似恋愛を打てたんで、エスパのファンダム、マイの方が燃えたわけなんですね。アイドルたちはバブルで自分の日常を送ったり悩みを言ったりしてるんですけど、こういうのをするのってめちゃくちゃ仲がいい友達か恋人ぐらいしかいないですね。最初はみんなこの人可愛いなとかかっこいいなって思ってバブルを登録するんですけど、その後アイドルたちとやり取りをしてるうちに、まるでこの人と付き合ってるような、もしくは友達になってるような感情を感じるようになるんですね。自分とやり取りをしてたらこの人がもっと幸せになってほしくなるし、それでもっと多くのお金を使うようになるんですね。熱愛でアイドルを叩く人は本当のファンじゃないと言ってる人たちもいるんですけど、そもそも疑似恋愛を打てたのは芸能事務所やアイドルたちなんで、それを勝てた人からすると浮気をされた気分、もしくは自分と仲がいい友達が自分には内緒にしてた恋愛をした気分になるのは仕方がないですね。彼氏に願う幸せって自分じゃない女性との交際による幸せではないじゃないですか。絶対で叩くのはおかしいと思ってる方は芸能事務所たちの思惑にハマっ
ってないだけで、熱愛で叩くようになった人たちは芸能事務所の思惑にハマってるだけなんですね。ということは、熱愛で燃えてた人ほどアイドルに会うために、ポートカードを集めるためにアルバムをたくさん買ってた可能性が高いということなんですけど、芸能事務所たちはファンたちに恋愛をしてるような友達になってるような感情を持たせて、その感情を利用してファンたちにギャンブルをさせてるということなんですね。お金を稼ぐときは疑似恋愛を利用してたはずなのに、恋愛がバレたら個人の自由だから尊重してほしい。アイドルみたいに普段から恋愛に関する話をたくさんしてたら、恋愛がバレても炎上することがないと思うんですけど、多分それは怖いでしょうね。ファンたちが離れそうで、私は多くの方々が K-POP のことを好きになってくださって嬉しいと思ってるし、芸能事務所たちももっと大きくなってほしいと思ってるんですけど、毎回何十万円も使ってる人たちを見ると正直言って心配になるんですね。神話はあなたの人生の責任を背負いません。神話っていうグループのドンアっていうメンバーが言ってたことなんですけど、ファンミーティングに行くためだったり、グッズを買うためだったりね、子供にお金を使うのは普通のことだし、いじれない感情を持つことに関しても全然問題がないと思うんですけど、その全てを皆さん自分自身が楽しいと思える程度に、周りから心配されない程度にしてください。義務感とかギャンブルじゃなくてね。 K-POP ファンたちが楽しく遊べるホームページを作りました。そののはポーペン。ポーペンは概要欄もしくはコメント欄の URL から接続することができるし、 Google や Yahoo などでポーペンを検索することで接続することもできます。アイドルごとに部屋を作ってるんで、 Instagram や X で〇〇ペンと繋がりたいハッシュタグをつけなくても、ここで集まって遊ぶことができます。それでは皆さん、ポーペンで遊びましょう。